こんにちは。I7NZBG でございます。ですね、いつも、なんて言うんでしょうね、チャンネル登録者数が増えたら動画出してたんですよ。100人達成するまでは10人ごと、違うな、5人ごとに、違う、10人ごとか、ごめんなさい。あれ？そう、10人ごとにやってたんだな。増えるごとにありがたいと思ってやってたんですね。嘘だね。5人ごとですね。で、100人超えてからは、ちょっとこう、生意気にちょっと頻度を減らして10人ごと、10人増えることにしてたんですけど、それでもね、追っつかないんですね。あと、喋ることが特にないっていう。その、何か動画を1本出して10人増えたとかだったら、こう、理由が出る気がするんですけど、1つの動画がなかなか売れておりまして、それで10人増えるっていうことが、10人、何十人増えることが多いので、喋ることがなくなってしまって、だから結構ほったらかしちゃったんですけど、今回190人目達成分の動画を出しますね。現在330人超えてるんですけど、ちょっとね、これは怠慢ですよね。毎回その超えた瞬間に出すっていうのが、本来まあ、超えたことはあるべきなんでしょうけどね。190人登録者数達成ということで、ありがとうございます。190人の時はね、ていうか前190人から、ね、200何人目までかの動画作ったんですけどね、アップロードに失敗しましてですね、確か190人達成した時に話してたことはそうだな、いや、ここまで増えると思ってませんでしたっていうのと、100人達成するまでがね、1年経ってかかったんですよね。200人達成までね、1ヶ月経ってなかったんですよね。200人達成する190人目までは、ね、1ヶ月経ってなかったんですよ。だから、1ヶ月経たずしてね、200人達成するのと、すごい増え伸びじゃんっていうので、めちゃくちゃ嬉しかった。いや、めちゃくちゃ嬉しいっていうのを、覚えてますね。でね、まあ、自分でもなんで増えたかっていうのがあんまりよく分かってなくて、分からなかったわけじゃないんだけども、うまい感じでね、その、ちょうど皆さん登録して、こう、まあ、支持してくださってるっていうかさ、まあ、こいつの登録ボタンを押してやってもいいかなって思われてたわけだから、それに沿うような動画っていうのを出していきたくて、190人登録達成時もいくつか動画出したんですけども、そんなにね、売れ行きは良くなかったんですよね。っていうのがありましたね。そうだな。毎回3分ぐらい喋ることにしてるんですけど、いつもだったらね、それまでだったら3分って言ったら喋りたいこと多すぎて、もうごちゃごちゃ詰め込んでたんですけど、ないんですよね。それぐらいすごいスピードで増えてました。でね、多分こんな感じの動画をあといくつか出すと思うんで、まあ見ない方がいいんだろうな、この動画な。すいませんでした。じゃあまた今度。